です。先ほどなんですけど、今日はですね、こちら。はい、こちら。ナノフレア 1000Z。新しいラケットですね。こちら、シダをお借りいたしましたので、こちらのレビュー動画を今回撮っていきたいと思います。で、まずですね、ナノフレア 1000Z。こちらがですね、今回お借りしたのが、4U ですね。4U の G5。なので、日頃僕が使っているラケットと同じ重さになっております。で、元グリップ、もう黄色で、そこからシャフトも黄色で、ここのカラーリングですね、ナノフレア 1000Z って書いてるここのフレームの色、かなりね、黒と紫でかっこいいなと思います。で、新型の、ナノフレア800が今まで最上位モデルだったんですけど、ナノフレア 1000Z が出たことによって、その素材って、何が変わったのっていうことなんですけど、これちょっと僕もよくわからないので、ちょっとネットをね、見ながらやっていきたいと思います。フレームに、ナノメトリック DR、今までナノメトリックっていうのが入ってたんですけど、ナノメトリック DR プラス M40X プラス EX ハイパー MG っていうのがこの中にね、フレームの中に入ってるようです。で、シャフトもウルトラ P ファイバーっていうのが新しくここのシャフトの中に内蔵されてるみたいで、そこの部分で、従来の800とは全然違う、こちらが最上位モデルになるっていうことになってるんじゃないかなと思います。で、カラーはこの一色ライトニングイエロー、かっこいいですよね。で、4U と 3U の規格があって、4U は20から28で、3U は21から29ポンドまで貼れますよっていう形になっております。今回 4U なので、3U はもう少し重たくなるので、まあ内ごたえがどう変わってくるのかっていうところもあるんですけど、今回は 4U でレビューしていきます。で、バランスは、イーブンヘッドライトってこうある、イーブンヘッドライトってこうあるんですけど、ヘッドライトよりのイーブンです。だからもう限りなくイーブンに近い状態になってます。で、打球感は、シャフトが硬い素材です。マックス硬いです。なので、こう戻りが早いので、ダブルスプレーヤーとかにめっちゃおすすめなのかなと思います。早いラリーでの展開だったり、そういうのに向いてる商品じゃないのかなと思います。ヨネックスさんの、PR の一文なんですけど、かつてない弾きで新たなスピードスマッシュを放つっていうことですので、シャフトが硬い分威力のあるスマッシュも打てますし、弾きが全然違うと思いますので、この弾くっていうのを得意にされてる方はめちゃめちゃ使いやすいラケットになってるんじゃないのかなと思います。早速グリップテープを巻いて、シダの方やっていきたいと思います。
Thank you.